知動画をお届けしております、私、オレンジスター卓越と二抜きのポスターです。はい、オレンジスター所属俳優今津智也です。オレンジスター所属俳優伊藤文乃です。沢村一健です。名古屋で役者やってます。牛乳ジョークという団体で役者やっています。藤村翔太郎です。お願いします。フリーで活動してますマウスネズミです。お願いします。オレンジスタースタッフをやっております山田天使と申します。以上のメンバーでお届けしております。まずオレンジスターとは、2009年名古屋を拠点に設立いたしました劇団でございます。マクロな社会問題を題材に、家族やミクロなどミクロな視点から、会話やエンタメ調などで描いてきている劇団でございます。今回はですね、白黒つかない、どんな作品かと申しますと、実は三重県津あけぼの座長編戯曲講座でイヤクの横山拓也さんに詩集を受け書きましたワンシチュエーションの歌謡劇なんですけれども、こちらですね、求人広告の専門代理店のデザイン系の会社のオフィス、タウンワークみたいなものを作っている会社をモチーフにワンシチュエーションの舞台としております。そこで働いている、コピーライターやデザイナー、営業マンや社長、商務さんなどなど、そういうオフィスの人間模様がぐちゃ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 としていく、会話劇なんですけれども、なんとですね、会話劇はしてるんですけれども、そこに内包している心理というものをですね、なんと身体でも表現するということで、俳優は90分間大変な目に遭ってますよね。そうですね、まあ、すごくわかりやすく言うと、もう踊りながら会話劇をやっている。ああ、どうだい、ふーちゃん。全くもってその通りですね。わー、大変ね。大変ね。そうだよね。そんな感じで俳優たちがですね、疲れながら生きています。名古屋公演がまず9月の25日から28日まで7ステラ共同スタジオにてあります。大阪公演は10月11日土曜日の14時からと19時半から、12日の日曜日11時からと15時からインディペンドシアターファーストにて行います。そしてですね、大阪公演11日19時の19時半の回と12日日曜日15時の回はですね、ゲストをお招きしてのアフタートークを予定しております。11日19時半の回はニットキャップシアターのゴマの早さん、12日日曜日15時の回は万博設計の橋本忠さんをお招きする予定です。劇場で会いましょう。私の演じる役に共感できる方は後で答え合わせしましょうね。お願いします。1回言ってるよね。スタッフですが、ちょっと出ます。90分間踊り続けます。あ、大阪で舞台に立つの初めてなので、すごく楽しみにしております。働くこと、生きることを投げかける作品です。皆さん、ぜひこちらご覧ください。